キプロスからやってきたハルミチーズをバラの花にしてみました。こんな風に薄く切ってですね、花びらの形にしてですね、バラの花を作ってみたんですけども、なかなかハルミならではの料理法だと思うんですけどね。ハルミチーズはこんな風に薄く切れるんですよね。弾力があるんですから。それでこれをですね、花びらの形に型抜きしてですね、で型は別にクリアホルダーをのちょこって切っただけなんですけども、それでこんな形に花びらの形にしてですね、それをですねオーブントースターに入れる前にこうやってパンの上に並べるんですよね。パンでなくても特に構わないんですけど、でオーブントースターの中に入れて、250度で2分ぐらい加熱したんですよね。そうすると弾力が出て曲げに強くなるんですよね。そのままだと曲げた時に花びらをみたいに曲げた時に崩れてしまうんですけど、ここでそれがなくなるんですよ。それでパンをこういうふうに五角形に切ってですね、真ん中をくぼませて、さっきオーブントースターで焼いたハルミをですね、こんなふうに並べるんですけど、見ていただければ分かりますけど、結構弾力があって、ほんでこんなに薄くてもなかなか切れないんですよね。だからチーズにしては珍しくバラの花に加工できると。で僕は切るの下手なんですけど、本当にお菓子作りが好きな人がやればね、本当にバラの花の花みたく形よくできると思うんですけどね。それでこれは内側の壁を並べたんですけども、で今度はですね外側の大きな壁をですね、花びらをですね、こんな風にまたパンの上に乗せてですね、オーブントースターで焼きます。これ1ミリちょいなんですけどもね、全然例えば普通のチーズみたいにとろっとして糸を引くってことないんですよね。やっぱり最終工程でかなり加熱してるんで、数十分もホエーの中で煮たチーズなので、すごい組織がちょっと違ってるんですよね。熱で変形してない組織になってるんですよ。もともとタンパク質自体は当然溶けませんからね。溶けるのは乳脂肪だけなんですけど、チーズの場合はですね。でも多分タンパク質が乳脂肪を全部きちっとトラップして抑えてるんでしょうね。でこんな形で綺麗に花びらができて、バラの花見たくなりました。でこれ味もすごいいいんですよね。もともと焼くことで味が良くなるチーズなんですけども、パンの上に乗せたことでですね、ふっくらした感じになるんですよ。それで結構気になるという人が多い塩分ですよね。塩辛さがパンの中に吸収されちゃって、味もまろやかになるんですよね。それでここでですね、パンの上にねオリーブオイルとかですね、あとジャムだのジュースだのちょっとかければですね、彩りも良くていいと思うんですよね。で土台は今回パンにしたんですけど、フルーツでもね、スイカでもメロンでも、あとはね、ケーキの木土台みたいなやつもね、使ってもいいと思うんですけど、もう自分素人なんでその辺ねよくわからないんですけど、でこれはイチゴと合わせたんですけど、
ハラミチーズは赤くて甘くて酸っぱいものとよく合うんですよね。いちごなんかぴったりです。それからリンゴもよく合いますね。それから現地ではスイカと一緒によく食べられてるみたいです。で、真ん中のところにね、なんかソースなんか垂らしたりなんかすると、ディップみたいになって美味しいですよね。これ、ハラミチーズで 100g でだったらこれぐらいで。